浜野義文君。はい、えー、国民民主党の浜野義文でございます。コロナ対応に当たっていただいておりますすべての皆様方に心から感謝を申し上げる次第でございます。そして政府の要請に真摯にご対応いただいております国民各界各層の皆様方にも心から敬意を表する次第でございます。そしてあの西村大臣もですね、あの連日本当に。 ご苦労様でございます私はですね、一問だけ、えー、質問をさせていただきたいというふうに思います。あのですね、まあ、本当に困難な急場という状況であるというふうに思いますんであの、当面のこの事態に対処していくということに徹せざるを得ないと、徹さざるを得ないということは分かっているつもりなんですけれども、それに加えてですね、やはり、えー、先、 少し長い目で見てです、ね、この1年を振り返って、どのように中長期的に戦略を持って、方針を持って進めていくのかということですね、これ、ぜひあのご議論をいただいて、できればある一定の時期にはです、ね、国民に示していただくと、これもあの極めて大事ではないかというふうに私は思っております。あのと言いますのも、あの4月1日ですね、えー、これも1ヶ月以上経っておりますけれども、 え対処方針分科会ですか、の場におきまして、東北大学の教授もですね押谷さんが、こんなことをですねおっしゃってるんですね、この押谷さんは、対処方針の分科会のメンバーでもあり、コロナ分科会のメンバーでもあると、そして厚生労働省のアドバイザリーボードのメンバーでもいらっしゃると、こういう方なんですけれども、こういう趣旨のことをおっしゃってるんです。このお 対処方針の分科会はですね、諮問されたことに限って、どうなんだということを考えていく会議だということ、でさらにはですね、アドバイザリーボードのです、ね、直近の感染の状況は検証するけれども、それ以上のことはまあしてないんだということをおっしゃってます、でそういう中にあってです、ね、この1年の経過、さらには対策の効果等もですね、 えー、振り返ってみて、先々どう進めていくのかということをです、ねあの、一度しっかりと議論をすべきではないかということをです、ね、もう1ヶ月以上前の新月1日に、えー、おっしゃってます、やはりそういうことがで,す、ね、あのできているのかどうか、まあ、私があの把握する限りではできてないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、あのぜひです、ね、そういうことも含めて、ご検討いただければというふうに思いますけれども、あのご見解をお伺いいたします。西村国務大臣 常々、浜野議員にはです、ね、将来に見据えた対策、中長期的な経済の在り方、社会の在り方を含めて、しっかりと考えていくべきだというご指摘をいただいております、お下に先生のです、ね、そうしたご指摘も私もお聞きをしておりますし、今日もそれに近い議論もございました。あのまずあの全くく示してていいいなないかというとそううそでもなくてです、ね、あの対処方針し 諮問委員会が今、分科会になりましたが、もう一つ、もともとのさまざまな対策を考える分科会がありまして、これはこのところ、ちょっとあの対応が非常に忙しいものですが、開けてないんですが、あの近くまた開くことも考えているわけでありますが、例えばデータ分析はですね、私どもずっと進めておりまして、え簡潔に申し上げますが、まん延防止等重点措置で、夜間の人口が2、3割は減ります。 これによって大阪もぐっと増えたのをなんとかこう横ばいにさしたという感じがあります。そしてまた、隣、えー、県の首都圏3県もです、ね、これによってなんとか今、踏ん張ってます、まん延防止等重点措置です。で、仙台や松山はこの措置で、まあ、地方の場合はかなりこう抑え込めると、こういった分析をしてます。ただ 大阪はこれ以上減らすことはできるのか、東京はもっと減らすことができるのか、ここをですね緊急事態宣言の下でやれば夜はさらに強い措置で6割ぐらい減り、昼でも昼のあの休業要請もやりましたので4割5割減ってますのでこの効果がどう出てくるかという分析を今進めております。こういったことをですね専門家の皆さんにもお示しをしながら今日もご指摘あったのはまさに北海道や広島は昼の人流を減らさないといけないんじゃないかとそれには。 まん延防止等重点措置ではあの、時短が中心でありますので、休業要請などできませんから、えー、やはり緊急事態が必要だというご議論がございました、まあ、そういったデータ分析、併せて、まあ、スーパーコンピューター、富岳も使ってです、ね、エビデンスに基づいた対応もしてきているところでありますが、えー、ご指摘のように、えー、今後です、ね、変異株がさらに強いふうになっていくのか、あるいは、えー、これがワクチンをちゃんと、ワクチンを打てばかなり収束できるのか、海外のさまざまな知見、 そして国内で日本でも接種が進んでいきますので、こうしたデータをしっかり分析しながら、ですね、経済活動や社会の在り方、どういうふうに対策をしていけばいいのかということをしっかり分析していきたいと思います。併せて、もう当然やらなきゃいけないのは、デジタル化、オンラインでのさまざまな活動、テレワーク、もう企業の皆さん方にはできる業種、エッセンシャルワーカーは、もうそれは当然現場で頑張ってもらわなきゃいけないし、我々感謝しなきゃいけないんですが、ぜひ、そうしたことも含めてですね、えー 新たな社会をつくっていくと、そうしたことも今後、しっかりと考えていきたいというふうに思います浜田君。えー、ぜひあの先を見据えて、ですね、えー、戦略方針、引き続きご検討いただければというふうに思います。あの時間も迫ってまいりましたんで、もう一点だけあの、これはですね国民民主党としての意見でありますけれども、申し上げて終わりたいと思いますあの。オリンピック・パラリンピックについてでありますけれども、我々国民民主党といたしましては、 安全安心の大会として成立するかどうか、医療関係者を含む第三者機関を設置をして、速やかに検証すべきであるというふうに考えております。注射歴とか、そんなことを考えているわけではありません。ぜひ冷静にです、ね、安全安心の大会として成立するかどうか、検証していただきたいということを申し上げて、質問とさせていただきます。ありがとうございました